ラジオゾンデ、ラジオゾンデとは、地上から上空およそ高度 30km の高層気象観測の気象データ、気温、湿度、気圧を随時観測するために、主にゴム気球で飛ばされる無線機付き気象観測機器のことである。ラジオは英語で無線電波、ゾンデはドイツ語やフランス語で単身のことであり、ラジオゾンデは 測定対象の近傍に位置し情報を電波で伝送する計測システムの一部分を意味する。なお英語でモと呼ばれるのが普通。日本ではゴム気球で観測装置を飛ばして行う高層気象観測を総じてラジオゾンデと呼ばれることが多いが、実際には上空の風向や風速も観測できるレイウィンゾンデや GPS ゾンデなどの観測機が多く用いられる。 通常、ラジオゾンデは、ゴム気球に取り付けられ、上昇しながら、上空の気温、湿度、気圧を観測する。ラジオゾンデには観測結果を伝送するための、無線送信機が装備されており、観測結果は、無線、周波数403、3MHz405.7MHz 40の 100kHz、間隔、1673MHz1680、 メガヘルツ1687メガヘルツで地上に送信される。内容はテレメトリー信号になっているので、傍受してもデータを解読する必要がある。600グラムのゴム気球を用いた場合、約90分で上空3 0トル程度に達すると気球の膨張が限界に達して破裂し、ラジオゾーンでは落下し、観測は終了する。日本から飛ばした場合、 多くは、偏西風に乗って、太平洋上へ落下するが、季節や時間帯、地理的な影響や気象条件などにより、陸地に落下する場合もある。ただし陸地に落下することが予想される合わせは、パラシュートを取り付けて飛ばしている。過去には、八丈島速攻所から費用されたラジオゾンデが、通常通り上空まで上昇後、再び、八丈島に落下したという事例がある。 多くは使い捨てだが、修理した方が安く上がるのであれば回収されたゾンデを修理して使用する。この場合、ケースには放出者の連絡先と本機を習得された方はご連絡くださいなどの文言が処れる。ラジオゾンデには、計測機器と無線送信機の回路基板とセンサー類、データ送信用、アンテナ、電池が内蔵されている。半導体が普及する以前は、 小型の真空管を用いていた。電池は小型の積層電池、注水電池、塩化銀電池、リチウム一次電池が用いられる。これらは環境負荷の少ないものが選定、使用されている。日本では全国18カ所の気象台、速攻所、航空自衛隊、陸上自衛隊、大学などの研究機関、日本気象協会などが観測を実施している。気象台、 速攻所では、通常1日に2回、8時30分20時30分、飛ばしている。台風接近時などは1日に最大4回、飛ばすことがある。海上保安庁では、船舶から飛ばしているが、航空機から投下することもある。高層観測のためにゾンデを、航空する場合、定時観測では年に1から2回、航空路士、エイプ、 エリノーティコルインフォメーションパブリケーションで告知するほか、臨時観測する場合、放給数時間前に、航空当局に対して、高層観測を行うためのゾンでっなし玉を行う、胸の告知を行い、ノータムを流してもらうことになっている。気圧、気温や湿度のほかに、風向、風速を測定する機能も持つ観測機器は、特に、レーウィンゾンで、レーウィンゾンでという、 速風精度をレーウィンゾンデより向上させるため、ゾンデに無線の自送信機能を持たせたトランスポンダを装備し、地上設備のパルス送信機の電波をゾンデが受信後、応答電波を発し、送受信の所要時間から直線距離を計測するゾンデを、エコーゾンデ、ゾンデが気象データの他時期の GPS 情報を GPS 衛星から取得して、DGPS 相対測位方式により、 誤差数メートル程度で補正して、その3次元の位置情報を地上に送信し、気象データとともに、高度や風向、風速を観測するものを GPS ゾンデと言われる。GPS ゾンデは、小型軽量化が、著しくまた速風観測に必要な地上の方向探知機システムが不要になることから、近年はレーウィンゾンデから置き換わりつつある。以上の高度では、 対共三権輸出統制委員会、ココム規制の名残で、大陸間弾道ミサイルのような用途への搭載を防ぐために GPS は使用できない。また、上空の放射線量を計測するものは、放射能ゾンで、オゾン濃度を計測するものは、オゾンゾンで、ゴミなどのエアロゾルを計測するものは、エアロゾルゾンで、空中の電位差を計測するものは、電気ゾンでといい。 通常例ウィンゾンデで観測できる測定量以外の量を観測する機能を持つゾンデは総称して特殊ゾンデという。日本では電波法施行規則第2条第1項第42号に航空機自由気球タコまたは落下山に通常装置する気象援助業務用の自動送信設備であって気象資料を送信するものと定義し電波形式周波数 空中線電力を第13条の3の2に定めている。また、適合表示無線設備でなければならず技的マークの表示は必須である。従前は無線機器形式検定規則による検定機器で検定マークの表示が必須であった。なお、蒸気の 400MHz 帯の周波数は2009年、平成21年に高度化に伴いデジタル式を導入後のものであり、 充電の形式、電波形式は、アナログ、周波数は 404.5MHz よび 1600MHz 体の3波、空中線電力1ワット以下のものについては、2019年6月25日まで免許される。気象援助局も参照楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。